ちは、ちゃうまことチャンネルへようこそ。今日の内容は、パラポイント2016年資格効果を活用するプレゼンテーション技法、わかりやすいプレゼン資料を作ろう。実は私はベトナム人です。日本語で喋るのは少しおかしいところがあると思います。ご理解いただければありがたいです。それでは始めたいと思います。パラポイントの特徴、プレゼンテーションとは、自分が伝えたい内容、企業、提案、報告などを聞き手の前で説明する発表のことです。聞き手に理解してもらい、成果を得るために行います。研修や調査の発表、企業や商品の説明など、ビジネスの様々な場面でプレゼンテーションが行われています。プレゼンテーションの内容を聞き手にわかりやすく伝えるためには、口頭で説明するだけではなく、スライドを見てもらいながら説明するのが一般的です。パラポイントは早期ロークの高いスライドを簡単に作成し、効果的なプレゼンテーションを行うためのプレゼンテーションソフトです。パラポイントには RG の次のような特徴があります。本格的なプレゼンテーションを実現、あらかじめデザインされたスライドに文字を入力するだけの簡単な操作で本格的なプレゼンテーション資料を作成できます。表現力豊かな特徴効果の設定、スライド再生時に画面切り替え効果を設定したり、スライド上のオブジェクトにアニメーション効果を設定したりして、動きを出すことができます。早期ロークの高いスライド作成をサポートスライドには、文字だけでなく、表、じゃあグラフ、写真、イラスト、図形、装飾、文字など、さまざまなオブジェクトを配置できます。これ、パラポイントのアイコンを開いてます。新しいプレゼンテーションを選択して、選択したらこの画面、ここに、タイトル。タイトルがファイルの名前ですね。とりあえず、例えば、ここ、私作成した資料は、安全大会ファイルの名前です。あと、ここ、ファイル保存するとか、ここを押する。ここはリボンですね。リボンが全部作成しながら操作します。いろいろあります。あとここは、全部とかするんですね。これ。基本的なことです。とりあえず今日は簡単な資料を作成したいと思います。パラポイントね、デザインを、きれい見えるのがいいんですから、ここデザインを押して、そしてここを押したら、いっぱいのデザインが出てくるんですね。それ自分のプレゼンテーションの内容と、どんなデザインが自分が選択するんですね。色ですけど、色とか変更できるんですね。今日この色。さあ、小さく
ちスタイルできました。あと新しいスタイルを作成したいとき、ここ1スタイルの下を押して、そしてエンター、新しいスタイルできます。あとここタイトルを入力します。マーケットの結果、次ですね、費用を追加する。ここ費用とかガープフとかあスマットアットとか追加できるですね。今費用ここにして、ここあと、費用のデザインはここ色とかデザインとかいろいろ選択できるんですね。
今日とりあえず3枚を作りました。次2つの、操作を紹介したいと思います。ここ画面切り替えとアニメーション、画面切り替えするのは、ここですね。星選択何でもないだったら星ないです。するとき、自分で経験してみてください。これ。次アニメーション、ここですね。アニメーションは、例えば、ここも企業は。順番が出てくる。これ1スライドだけ見るか。はいはいはい、これで3枚作成しました。じゃあ今日ありがとうございました。